そこのお椀の中にあの小銭を入れられたら多分いいことがあると思うんですよ。でこれあの入れ方のコツとしてあのバスケのあの壁にダンって当てて入れるじゃないですか。なるほど。そういう感じであそこの、大仏の、胸のところにガンって当てて入れるのがコツなんですよ。ではどうぞ。はい。ワンモアタイム。ワンモアタイム。さあ。まるでゲームセンターです。ああ。焼きクソになって。ああ。ではペンキシーいきます。ちょっとね、100円いきます。お、いいですね、男気あふれる。入りました。 ものすごい遠くに飛んできました5円玉ね、縁起がいいと言われますね。まあまあ確かに。いきます。いい。クソ雑魚じゃないですか。行きましょう。そう、まあこれは大きいし、まあそうですね。まあ、もうなんだこれ、指ピン。なんだこれです。かっこいい。かっこいい。ありがとうございます。